奈々子ちゃん。今回のテーマ図です。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、奈々子チャンネルとうとう始まりました。はい、さあ、この奈々子チャンネルのじゃあ趣旨を奈々子さん説明してください。趣旨、はい、この奈々子チャンネルとは何ぞや。この奈々子チャンネルとは何ぞや。令和元年中に将棋で初段になるという、はい、前回ね、ちょっとライブをやらせてもらったんですけども、はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。はい、奈々子さんがね、3手詰めを盛大に間違えるというところをね、楽しまれた方もいるんじゃないかなと思うんですけど、いや、もう忘れてくださいね。いや、でもね、奈々子さん3手詰めだってできるんですよ、大体。大体できるんですよ。でもね、ちょっとおちょこちょいなとこがちょっとっていう、ちょっとね、はい、ということで、まあね、あの奈々子チャンネルでそのライブの時にも言ったんですが、奈々子さんがどんな勉強してるかと、あとはどんな将棋を指してるか、どんな悩みを持ってるか、今から呼吸ぐらいからですね、初段になる方と一緒に勉強していければなと思っておりますということで、じゃあ奈々子チャンネル始めていきたいと思います。はい、じゃあ本編をご覧ください。どうぞ。はい、それでは今回のテーマ図はこちらです。今ここの相手の3五歩が伸びてきて、次にこの歩がさらに伸びてきました。で、私は飛車の小瓶のところを狙われるのがすごい嫌なので、同歩と取りました。そしたら次、なんと相手はこの角で飛車を狙ってきたんですね。で、飛車が大好きな私はすごいこれに困って、取られちゃいけないと思って、多分実戦ではこうやってさしたような気がします。でもこうするとこの飛車が全然使えなくなっちゃうので、あんまり指したくない手になります。なので、じゃあ皆さんここでどう指せばよかったか、ぜひ私に教えてください。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。じゃあ今回ですね、奈々子さんがこの角で、飛車を狙われた。で、そう、これでどうしたらいいか、奈々子さんに教えていきたいと思います。お願いします。ね、この局面はですね、角が出てきて飛車を狙われています、うん、ただね、飛車を取られても銀で取り返すことができるんですね、うん、ここで皆さんにいい格言をお教えいたします。何でしょう。序盤は飛車より角。序盤は飛車より角、飛車より角です。なぜか、ね、じゃあもしこう取られた局面を想像してみましょう、ね、相手に飛車を取られた、あげちゃった、まあ、取られたら同銀。ただこの局面よく見てくださいね、こうですね、はい、相手が飛車を持っているんですけれども、相手が飛車を打ち込む隙があるかどうかを考えてみてください、はあ、自分の陣地に相手が飛車を打たれてしまうとね、あの一回動くと竜になってしまうので非常に大損害になるんですけれども、うん、相手が今飛車をね、実はいい使い場所がないんですね。確かに、例えばこう2六飛車とか打つね、こういう手は銀取り狙えるんですけれども、ね、もうちょっと見てる方が分かるので地獄っていう大手飛車で対峙できたりとか、ね、もしこの筋がなかったら、この筋がなくてもこう3八金と守っておくことで、うん、そこまで大きな被害を被らずに進めていくことができます今回の正解ですということで、ここはですね、7六歩と突くのが良いでしょう。わかんねえ。はい、なんででしょうねはい、まあ、状況としてはね、今相手は1個歩をくれているんですね。ですから、普通にね、角の方を取ってしまうと、例えば同銀取って、まあ、同じ角の交換なんですが、ね、歩を1枚多くもらってる分こちらの方が良いでしょう。うん、ということで、まあ、大体ね、相手は飛車を取ってきますね。そうですよね、飛車を取ってくることが考えられますが、で同銀と、ね、先ほどちょっとヒントでも紹介したんですけれども、うん、飛車の打ち込みがね、実はこの局面あまりこちらにない状態なんですね。そして今角道を開けていることで、実はこの角が遠くの香車を睨んでいます。ね、次は香車を取る手を狙っています。まあ、簡単にだけ説明しますとね、まあ、よくちゃんとした受け方だと2二銀という受け方があるんですけれども、ここでね、
ちょっと知らないと進めないっていうのね、実はあるんですね。ここで、どうするか皆さんお考えいただけますでしょうか。ね、知ってるよって方も多いと思うんですけどね、ここは1号を書くというね、まあ部分的にはよく見る手なんですけれども、うん、知らないと指せないですね。ただの王手ですからね。そう、逆にすごい初心者の方が指せるかもしれない。確かに。という、王手があります。で、まあこの王手が非常に厳しくて、まあ正しい受け方はね、3三飛車という受け方が、まあ、ちゃんとあるんですけど、結局飛車を受けるんだ、飛車を使わされてしまうんですよ。そうです ね例えばね、これどうなってるかというと、まあ、例えばこの角で王手ですからね、受け方としては、ね、玉が逃げる、うん、合駒をするぐらいしかね、受けがないんですが、うん、で合駒をすると、うん、おっ何が取れますか、奈良さん。これで、うん、これが取れる。取れますよね。やった、ただで取れて大満足でしょう。じゃあ、はい、飛車聞いてますよ、奈良さん。はい、飛車聞いてますよ。え、これは動けないと考えるんですね。あ、そうですね、動けない、うん、バレちゃった。やった、角で睨んでますからね、はい、この下動けない。これも銀が取れます、うん、はい。なので、まあ、じゃあこれはどうですか。これどうでしょう。すごい。さあ、いい格言をお教えしましょう。はい、二枚貝は太もせよ。お、さあどうでしょう。わかりました、わかりました、はい、はい、どうします。これいけいけじゃないですか。そうですね、いけいけ、はい、銀取りますね。銀を、いけいけ、はい、まあ取られるんですけれども、いけいけ、いけいけ、そうですね、はい。実はこれ2枚貝じゃなくて実は3枚貝なんですよね。まあこれまた王手ですから、本当だ、防ぐなら金曲がるんですけども、さらに香車もある。あー、ほんとだ、はい、こうしてあげると、ね、相手は大駒3枚持っているんですけども、よく局面を見てみると、ここにいた飛車と銀桂香、そして歩のね、この4枚取って、これの交換なんです。だから今実際この飛車とこの4枚を交換したことになってます。しかも馬で来てます。はい、これね、やっぱり先手の方がいいんですね。いっぱい駒を持ってる方が。ということで、今回のテーマ図では、ここでね、7六歩と突いて反撃する。この手が正解でございました。はい。はい、皆さん覚えましたか？はい、覚えました。覚えました。はい。はい。ということで、じゃあエンディングをご覧ください。はい、本編をご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はですね、今奈々子さんが2-4でひたすら実戦を指す指令を私は出しているんですが、ね、あの2-4で指しているとやっぱりね、いろんな奇襲戦法を食らうんですね。いや、本当に序盤でね、もうポンと仕掛けてくる。普通は序盤って駒組みをしてね、王様囲ったりするんですけど、はい、王様囲わずにね、攻めてくる人って結構いっぱいいて、今のレベルではね。そうなんです、ね、そうなんです。だからその奇襲戦法にもでも実はちゃんと受け方があるんですよね、うん、だから今回は、角を飛び出てきた奇襲、うん、ね、これの受け方を実際本編でやりました、はい、どうでしたか。いや、その場面になるまでは全然その受け方を知らなかったんですよ、はいはいはい、でやっぱりこう初めというか級位者あるあるなんですけど、うんうん、大駒を、うん、こう渡すというか、そうですよね、大駒がぶつかるっていうのが怖いんですよね、はいはいはい、だからやっぱりこう知らないと指せないっていうものがやっぱりまだまだいっぱいあるんだなと。そうですね、知識がね、はい、経験といいますかね、うん、そう、ね、王より飛車を可愛がりっていう言葉もあるぐらいね、飛車って取られたら嫌な駒なんですよ、やっぱ強い。やだ、王様ってまあ一番強い駒と言われてるんですけど、飛んだりできないですからね。そうです、ね、やっぱ飛べる飛車はやっぱ一番強いように見えるんですけど、でもね、今回のテーマ、裏テーマといいますか、序盤は飛車より角、うん、ね、角の方が実は序盤は使えるんだね、飛車の打ち込みがないなら飛車渡しても実は大丈夫だったり、そういうね、まあ、例外的な局面ではあるんですけど、今からでもこういう奇襲もね、いっぱい多分経験していくと思うんで、いろいろ覚えていっていただければなと思います。はい、ということで、じゃあ、はい、第2回終わりたいと思いますね。はい、また第3回もぜひご覧ください。はい、バイバイ。